やっこみんなこんにちは、レイコさんだよ。お主らおはよう、よく寝ておるか。ちよみさんじゃよ。おっす、お前らこんばんは、クエ様だ。それじゃ今回も妖怪ウォッチ3の実況始まるよー。よし、最初の挨拶と掛け声言えた。それじゃ二人とも今日のパーティーいいよ。おう、なんじゃ最初に挨拶したかったのか。相変わらず可愛いところあるのう。まあ今日のパーティーはわらわが知り合いのモサから教えてもらったものじゃ。ちらっと見たが普通に強そうで楽しみだ。さすが姉さんだぜ。うむうむ、というわけで最初は怨念じゃ。いやいや、最初から怨念。まあまあ落ち着くのじゃ。怨念はこやつ一体だけじゃよ。最初の崩し要因だな。アタッカーを削って有利に持ち込むぜ。うむ、残りは堅実な妖怪じゃよ。そうなんだ、よかった。どうやらゴリ押しパーティーみたい。うむ、どんな受けかも許さぬゴリ押しじゃ。おう、クリティカル威力アップのラリシンか。ガード虫やラッシュコンじゃないんだ。上昇とことん伸ばしたんじゃよ。やっていいのじゃ、なんでその装備にしたか聞き忘れたのじゃ。お、次は隠密仙台閻魔か。バカ火力バカスキルの最強ゴリ押し妖怪。うむ、こやつがメインアタッカーじゃな。しかしこやつらもメインアタッカーじゃ。ガード虫マスクドニャン。おお、久しぶりのナローニャン以外の猫妖怪だ。普通に力たっけーな。鋭い爪で104ダメージでガード虫なら強そうだぜ。スキルで2回耐えられるし耐久も思った以上にある感じだね。うむ、ここまでは絵に描いたようなノーガードパーティーぜ。じゃが最後は壁の肉焼きぜ。追い詰められた時に頑張ってもらうぞい。なかなか守りを捨てたゴリ押しパーティーだね。雑に強そうだな。おい、カンストゼイとマッチングしたぞ。うおお、ぶっ倒してやろうぜ。燃えてくるな。こっちもカンストゼイが教えてくれたパーティーだ。それを姉さんが使うなら負けるわけない。そうだろ姉さん。おっ、そうじゃな。うむ、くえよ、わらわの言うひとくとみよ。本当に大丈夫かな。でもきちんと応援させてもらうよ。おおお、これは必殺連射だな。マイナンヒーラー確定。ならスキルは魔女っ子パワーかな。でもダークガードとかもありえるよね。おお、仙台閻魔はバフか。気張っておるのう。歯には硬いからな。最初に力大アップするのはナイスだな。ゼワンはこれは相手さんマスクドニャーンにピン刺ししてるよ。そりゃあ怨念を倒したくないか。しょうがない、マスクドを後ろに移動させるのじゃ。次の壁はミーフーか。出たな、化け物体力お化け。姉さん、ミーフーは早く倒した方がいいぜ。うむ、じわじわ回復されて鬱陶しいからな。マスクド仙台頼むのじゃ。マスクドニャーン、さっきの攻撃でミーフーを半分も削ってない。160ダメージ出してたな。イヤーガードも失礼。このまま倒してしまいたいが、今度は火の鳥を壁にしてきたか。ハニワも厄介だけど火の鳥も厄介だよね。スキルで実質体力900以上あるもん。丸投げボム早く爆発しろ。仙台閻魔も早く攻撃してくれ。866ダメージ。火の鳥ガードしてるんだよね。ガードしてなかったら330超えてるって何。バカすぎるんだよなこの妖怪。すでに行く火の鳥引いてししまるハニワを出してきたな。移動してもマイナンの必殺来るし、このまま受けるのじゃ。そしてししまるは怨念で終わりじゃな。ししまるガードしてるし倒せるかな。我慢もあったら絶対耐えられちゃうんじゃない。どうじゃろなって。うおお、なんまみんな耐えたぞ。ガードしてたとはいえ耐えるのか。ついでに爆弾はハニワに直撃。ガードしてたけどかなりのダメージだね。あと少しでとどめで倒せそう。うむ、よしよし、マスクドの移動間に合ったのじゃ。この避けは結構大きいかもね。もうこの粘り温存できたのは強いよ。だな、それと今ならマイナンにムラリシンぶっ刺さらないか。おお、確かに、クリティカルダメージアップコンで一撃不可避じゃ。お相手さんカンストゼイだし、すぐししまるを前に出してきそうだけど。ムラリシンの火力ならガードしてるししまるでも神の裁き圏内までいけるんじゃないか。うお、マジでししまる出てきた。破壊しろムラリシン。追撃合わせて200ダメージ、さすがのクリティカルだけど。よっしゃ、ナイス神の裁きじゃ。数的有利じゃー。ししまる倒せたのはデカすぎるぜ。そしたら今度は仙台閻魔の必殺じゃ。これでハニワも倒してやるぞ。おっ、怨念がハニワに。これで仙台閻魔で確実に倒せるね。必殺で絶対に超我慢まで行くからのう。ししまるの必殺で倒されなかったのは一周回ってよかったのじゃ。と怨念で超我慢まで行ったか。さすが怨念じゃ。おっ、マイナン避けないの。もしかしてダークガードかな。だと面倒くさいが、無敵コンもないよなー。で、当たったし610ダメージじゃと。ああ、仙台閻魔バカすぎる。で、マイナン耐えたってことは猛虎か。いや、我慢コンだったね。となると魔女っ子パワーとか。よくわからんが、神の裁きは最初にスキルが発動したハニワに行ったな。おいでから仙台閻魔ガードミーフー250ダメージってなんじゃよ。最初自分にバフ巻いたのないっすぎだろ。さあ、マスクドやっちまえ。にゃんにゃー。これで残り3体か。前衛必殺はなしと。肉焼き新品だし、火の鳥じゃ突破できないし、これは勝ちだぜ、姉さん。おお、そうか。じゃあ、あとは必殺を当ててスマートに終わらせるか。まずはマイナンじゃ。あわよくば火の鳥にも当てたいが。火の鳥まだスキル発動してないもんね。早く倒していきたいよ。
そういったそばから仙台閻魔が粉砕してくれたぞ。なはは、仙台閻魔は300ダメージが基準なんだね。了解したよ。力大アップの爆効果もあるのを忘れてはいけないのぜ。それでも高すぎるがな。村理心の必殺300だったぞ。仙台閻魔とほぼ同じってなんだよ。バフありといえど同じ神妖怪の必殺とほぼ同じ。それ以上の火力を通常攻撃で出すのはねえ。仙台閻魔の火力がおかしすぎてマスクドラの火力が霞んでしまうのぜ。十分そいつらも強いのじゃがな。ガード崩しマスクドも想像以上に強いんだぜ。ほら今も160以上のダメージだ。うんうん、十分強い強い。仙台閻魔はその倍だがな。だから結局仙台閻魔に持っていくのやめよう。まあまあ今回使っている妖怪は全員強いってことでいいじゃろ。確かにその通りだぜ姉さん。クエちゃんは相変わらず清美さんのこと好きだね。ん、好きっていうのはよくわからんがかっこいいと思ってるぜ。いやー照れてしまうのぜ。キアカもこのくらい素直になってほしいのぜ。あはは、とりあえずカンスト勢に勝利おめでとう。というわけで最後の試合は少し倍速だぜ。とてつもなく一方的な試合じゃったぞ。ついでにこのパーティーの補足ぜ。本来はヌラリシンとマスクドを対戦開始前に交換するのぜ。今は忘れていたが、そうするとこっちのパーティーで一番先に行動するのが非道的マンマミイラになる。これは完全に無敵コアラニャン対策だね。非道的マンマミイラで無敵コンを剥がして、その後ヌラリシンでスキルを発動させず超クリティカルダメージで倒す。一番苦手なコアラ対策も完璧ということぜ。うお、また仙台閻魔最初に取り付いたのぜ。数戦やってるがこの流れが一番強いまであるぜ。マジで仙台閻魔が途中で取り付くと止まらなくなる。ほぼほぼ2発で倒せるようになるのぜ。微妙に残ってもマスクドニャーンで倒しきれるもんね。まさか怨念一体エルドラよふなしのゴリ押しパーティーがここまで使いやすくて強いだなんて。ちなみにこのパーティーは通称ミニケツと言われてるのぜ。複数人のカンスト勢からも高い評価をされているガチの強パーティーだぜ。ミミケツ？ミミ要素ってどこ？制作者がミミズク大好きな筋肉もりもりマッチョマンの変態だ。まあ、なかなか変わった人なんだね。というかさりげなく肉焼き瞬殺してたよ。保留のゲッハー、もう誰も受からないでー。さあ偽なローニャンのゲッハせよ。あっ偽物か、裏切ったのかと思ってびっくりした。我慢だろうが仙台で貫通。仙台閻魔は偽物も許さない。さああっという間に残り3体ぜ。削れたパンドラは仙台閻魔の必殺で倒せるな。さあカウンター5号。ただパンドラ素早さ高いから避けられたりしないかな。こればっかりは運じゃなぁ。結局対戦はいつまでも運がらみぜ。うっし丸いたた。仙台閻魔は相変わらず耐久はペラッペラじゃなぁ。見た目はタンクなのにな。耐久ならマスクドの方があるぜ。でパンドラは無事撃破か。ラスト2体だ。フラグになっちゃうかもだけどこれは勝ったね。うむ、どんどん攻撃するのぜ。ヌラリシンのクリティカルもまだ残っておるし、これを使えばユーロボも瞬殺じゃな。お相手受けつつ必殺で攻めてくる必殺連射パーティーだけど、一瞬で崩しちゃったね。そもそも前衛横一列抜本の配置だから相手の後衛必殺が飛んでこない。その時点で必殺連射に強いぜ。時空犬は怨念で時空神をほぼ倒せるからなんとかなるはずぜ。オーシャンと環境パーティーに強いのすごい。もしかして苦手なパーティーない？コアラニャン対策もバッチリだし。いや、あれだけは無理ぜ。あれ？トリベアだな。あ、ああなるほど。トリベアの気が触れてミイラに妖術使えば勝てるんじゃがな。ほぼほぼないが僕稀に妖術そこそこ使うトリベアいるから絶対勝てないわけでもないぜ。それよりもマスクドの必殺で倒せないか？いやーいい火力だけどユーロボもさすがの耐久。あっと丸投げボムで仙台閻魔やられちゃった。まだ3体残っておるし大丈夫じゃよ。これ最後はマスクドやってしまえ。ナイス勝利。さすが姉さんだぜ。うむ、いやー今日のは本当に強かった。見た目はようわからんくせにやるのみんなもスポクラで使ってみてね。